いやもういよいよ今年最後のセットですよ、はい、ということはおすすめセット、はい、限定焙煎度がまさか、はい、まさかのまさか。こんにちは、カフェテランガの石橋です。こんにちは、カフェテランガの入江です。今日は12月のおすすめセットを紹介したいと思います。いやもういよいよ今年最後のセットですよ、はい、いやーなー一体何なんでしょうね。早いですね。はい、はい、何なんでしょうね。何なんでしょうね。はい、私もあっという間でしたが、はい、はい、今年最後のおすすめセットは、はい、はい、チンマメ、はい、ホンジュラス、セロアスと、と、はい、ガテマラ、野妻農園のロズマラゴです。おー、はい、両方やっと新豆になりますね。ではでは、セロアスールから、セロアスールから説明しましょうか。はい、はい、セロアスールがレッドカツアイシュのフリーウォッシュ、はい、で、焙煎度が3番のシティロストですね、はい、そうです。10入りです。はい、これ5番じゃないんですか。あの実は単品でそもそも3と5が選べるんですよ。あ、なるほどね。はい、ということはおすすめセットの限定焙煎度がまさか、はい、まさかのまさかロズマラゴなんです。おー、はい、初のロズマラゴフレンチ常時販売みたいな、ね、あ、そうですね、1ヶ月、はい、いつもね、あのローストライブとか、はい、本当にその瞬間の限定焙煎度、ね、気まぐれ感でフレンチ時々売ってましたけど結構好評だったので、はい、今回はロズマラゴが、シティローストの3番かフレンチローストの5番から選べます、はい、まあ、ロズマラゴはね、品種が名前から分かるとおり、ロズマラゴのマラゴジペと赤マラシュ、大粒が入った大粒のコンゴロトのフリをしてますね、はい、という12月です。はい、早速飲んでいきますか。はい、飲んでいきましょう。はい、じゃセロアツールから、はい、飲んでいきましょう。はい、香りからも結構ボリューム感を感じますね。はい、セロアツールといえばこのクリーミーな、はい、うん、味わいですね、はい、うん、シティローストらしからの、はい、こうボリューム感というか、はい、そうなんです。濃厚でクリーミーで甘いという、はい、でもなんか今年の新豆はちょっとこうオレンジっぽい果実感とかが感じました。明るい印象もあってすごくなんか面白いです。いいですね。はい、うん、美味しい、うん、安定のセロアスです。セロアス、はい、では、はい、ロズマラゴ、はい、行きましょう。今日飲むのは、シティローストの中入りです。はい、はい、うん、やっぱり大粒の香りしますね。します。ハーブのような、はい、ピーチのような、はい、バニラのような、はい、複雑ですね。うん、アプリコット系の、はい、うん、甘く果実味がある感じ、うん、はい、ジューシーさもありますよね。ありますね、うん、なんか液体がすごいこうつるんと素直に入ってくる感じがありますね、うん、あ、美味しい。余韻がやっぱり爽やかですね、うん、うん、ちょっとこう白い花っぽいフラワリーな感じもあります。美味しいですね、うんうん、なんか対照的ですよね、うん、なんかなんて言うんでしょうね、こう両方ボリュームがあるんですけど、はい、印象が違うというか、うんうん、確かに、うん、そういう感じですか。華やかさ、うん、クリーミーで、はい、こうとろりとした感じですかね、はい、ですね、はい。ロズマラゴ深入りもすごく美味しくて、はい、もうすでにその期間限定で販売した時ものリピーターの方とかもねついてたりするぐらい。そうですね、はい、うん、結構大粒の深入りは非常に人気があります、ね、そうです。そちらもぜひ好きな方は頼んでみてくださいという、はい、2021年締めのおすすめセットです。豪華なセットなので、はい、皆様ご注文お待ちしております。します。それではさよなら。さよなら。
うん。